竹本和樹誕生日プレゼント企画。チクラ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 マジチクラ。はい、ノリノリですね。はい、なんとですね、たまにいい仕事するじゃないの、ね、だから D と僕で考えましたよ。 D が今そこにいますけれども、はい、2人でやっぱり誕生日プレゼントあげたいなって、うん、でね、これをなんで動画にしてるかってことなんですよ、うんうん、さっきも言いましたけども、ぜひ視聴者さんからプレゼントとかいただきたくないですか、そろそろ。いや、欲しいっすよ。欲しいっすよね。9月26なんですよ、はい、生誕祭ですね、はい、26日、はい、誕生日を迎えるということで、皆さんで、一緒にお祝いしたいないいんすか、もうなんかお祝いしたいなっていう気持ちでしたよね。そうね、なんかで、この前さ、1000mTT あったじゃない。あ、はいはいはい、で、3分26がベストで、うん、でも1秒足りなかったわけじゃない。3分27でしたね、うん、やっぱりみんなの元気を分けてもらわないと、やっぱりまあドラゴンボールで言うとね、そういう感じでね、まあベストを出してもらいたいんですよ、僕らも。いや、僕も出しといて、うん、でしょ、うん、でしょでしょ、うん、だとしたらもうみんなの力を借りないといけないわけですよ、視聴者さんのみんなの力を借りる。はい、そうなんですよ。どういうことですか、はい、だから視聴者さんに、もう安っぽいものでも何でもいいんです、何でもいいんで、あの竹本に誕生日プレゼントを送ってきてもらってね、力をね、力っていつも言ってるでしょ、力、ね、うん、力、もう皆さんから力を分けてもらって、そのプレゼントを全て身につけて 1000mTT に臨んでいただきたいということでございますね。これは最高の企画ですね、本当に。題して竹本和樹元気玉企画、オラに元気を分けてくれという企画でございます、はい、ちょっと嬉しいさ半分、なんかんってとこもある。何が運がないもん全く。いやでも簡単に解釈するといい、みんなから誕生日プレゼントもらえます、うん、はいはいはい、そうですよ。でパワーよ、パワーでしょ、うん、パワーパワー、それを身につけながら、うん、身につけます全部 TT、 はい、あのこの違う違う、その、うん、なんで全部全部っていうのが、うん、応援されてるんですよ。だから普通ユニフォームとかそういうこと、こういうナイキの T シャツとか、まあ、それもまああるかもしれない、まあ、まああるかもしれない、まあ、視聴者さんによってはね、あの、うん、金属とか、まあそうですね、棒的なものとか、ああまあまあ、でもそれは元気だもんな、まあまあまあ、元気分けてもらってるから、棒とか金属を金属って金だったらいいけどね、金めっちゃ欲しいけど、ね、いいじゃない、それ持ちながらこうやっていく、うん、走るってこと、そうそんなでっかい金ももらえたらね、それはそれで一応くくれどね、これもテンション上がるでしょ。あ、確かに元気玉だわ。例えばなんか手首にかこうつけてさ、あの砂入ってるやつの、それのやつとかでもやっぱり元気をもらえますしね。例えばですよ、例えばね、ほんと例えっすよ、これほんと例えっすよ、皆さんそれマジやめたら、うん、だから重り的なね、いや重りとかじゃないな、やっぱ重いだよね、重い、ごめん、重いだったら重い、重いね、いろんな意味で重いね、あ、重いじゃん、重い重いこと言うじゃん、そうそうそう、重いね、重いが欲しい、思いが欲しい、思いが、ね、重いものが欲しい、いや重いものって言ったら違うから、本当に、いやアディゼロとかさ、やっぱりさ、そういうことでしょ、なんか反発の意味はアディゼロなんてダンベルないから、ないっすよ、なんでダンベル限定なんだよ。まあこれからの季節だからやっぱアウター的なダウンとか、まあ、嬉しいけど、ダウン嬉しいでしょ、ダウン着て走るってこと、ダウンベストで、で、なんか何なら下スキニーのピチピチのパンツとかってこと、そうだな、めっちゃ出るわ。だってそれが1個とは限りませんよ、2個来る可能性ありますから、ダウン2個着るってこと、ダウン2個着ます、それは皆さんが僕に送りたいと思ってくれたものでいいですか、うん、あんまりなんかね、こっちに寄せなくて、ダメですよ、俺これ考えついた時マジでいいことするなと思ったんだよ。これでもほんとせめぎ合いだろうね、視聴者さん、だから本当に出してほしい人もちょっといるわけじゃん、多分タイムをね、出してほしい人しかいないですよ。あ、しかいないの、うん、そうなの、もちろんもちろん、じゃあお願いしますよ、うん、じゃあ本当にお願いします、そうお願いします、じゃあ本当にお願いします、うん、マジで、なんすかね、なん棒だったら何やります、棒っていうと、なんかなんでその棒がいいんだよ、あれじゃない、さすまたとか、あーいいっすね、いいっすね、こうやって走んの、さすまた、あるな、松明、あで棒限定の松明でも火つけて走る、ね、いや例えば、チアリーディングとかのバトンとか、あーいい、応援、違う、ある意味効果だしね、応援だわ、あれ多分結構するしね、それはそれでありがたいよ、ここまで言ったら勘のいい視聴者さんは、うん、多分分かっていただいてると思う、そうですよね、余裕で分かってるんですよ、うん、絶対、うん、なんかやべえやつ来そうだ、本当に、やべえやつが来ないよ、
え何言ってんの、プレゼントなの、そうそう、何言ってんの、そこはそっか、プレゼント、俺はそっか、俺はありがたがんないといけないんだ、そうよ、なんかもうやだな、すごいよ。で一応、こちらの企画なんですけれども、動画の概要欄に、はいはい、萩原と D の、ツイッターアカウント、とうとう D のツイッターアカウント、はいはい、そして萩原のインスタグラムのアカウント、はい、でもしくはもう僕のことをちゃんともうフォローしていただいてる方はもう分かると思うんですけどね、僕のアカウントは連絡ツールがありますもんね、はい、そこに DM で私送りたいですっていうことを DM してきてください、僕か D の、アカウントに、で 僕でもいいですよ、僕でもね、こっちはダメですかね、何が本当は欲しいのみたいな、全部いいっすよ、バレるとかじゃないや、僕か D のアカウントに DM をください、そしたら送付先の住所とかをあの添付して、あの定型文があるんですけどね、そちらを送りたいなと思っていますので、いやだって家嫌でしょ、家の住所教えられるの嫌でしょ、まあまあまあ、そうか、それを加味してくれてるってこと、そう、加味して、あのまあ事務所的なね、のが、に、まあ、はい、あるんですよ、そこに宛先が、だからどうなるんですかね、竹本の元気玉係とかいう、そうですね、フライン宛て竹本元気玉係、何その係、マジでダッセー係だな、元気玉係ってすげえな、まあありがとう、まあなんかね、まあ悪い気はしないっちゃしないですけど、なんかちょっとみたいなとこあるけどな、その元気玉係ってやばいでしょ、何その係、いやー羨ましいわ、いいですね、いい企画でございます、それはでも 1000TT でマジタイム出せばいいんだよな、俺はね、みんなの思いを、まあ出るだろうね、そうそうそう、うん、それでも絶対出るよ、仮にみんなの元気をもらって出した場合は、うん、超豪華プレゼントが私から待ってますから、ほら D から、はい、そうなるでしょ、だってふっかけたのは D なんだから、そっか、うん、それでいろいろ考えた、超豪華っすよね、まあ、超豪華、わかった、うん、頑張っちゃう、萩原さん締め切りは10月10日の土曜日にしましょう結構長いね、なんかやばいやつ来そう、はい、いや9月21日これアップしてるけど、はい、9月21日全員見ないじゃん、確かに、1週間ぐらい余裕持った後の1週間ぐらいって考えてるんで、はい、で買うのに時間かかる人もいる可能性もあるけど、そう吟味しないといけないから、もう元気を分けないといけないから、そう、そう考えてくれてる時間がありがたいです、思いをください、本当に思い、重いものをください、いやそれはお願いします、ということで軽いをください、はい、ということなんで10月10日まで、はい、詳しくはもう概要欄にも全部載ってるんで、ぜひそちらも見ていただきたいなということで、最後に一言、やっぱりね、視聴者の皆さんに、竹本さん、もちろんあのセリフですよ、あー、わかりますね、なるほどね、うん、そうですね、萩原さん、ちょっともう消えて、消えて、一回じゃあ、全力くださいね、はい、みんな、俺に元気を、わっ Cheers!